ダピ。あ、そういや服着替えるの忘れてたな。まあ登ってなければちょうどいいや。これから先はでももうそろそろ大地の芸術祭のエリアから外れるんですよ。サドルはスペシャライズドボディジオメトリーサドルスポーツってやつです。あの真ん中が割れてて Y 字型みたいなやつで、割とクッションがふかふかめのやつ、上り下りですよ。あの予定ルート、ルートラボの予定ルート見てもらうと分かりますけど、デコボコばっかりです。でも今日はそういや平地っぽいところがいくつかあるな。街破れたサドルまだ使ってます。ガムテープ巻きつけて、だって後継なるやつが見つからなくて、写真だけ見て判断するのも危険なんでですね、触ってみないと。だから自転車屋さんにたまに行ってはあのサドルを片っ端からグニグニしてます。何調べましたって。あと3回か。別に合うっぽいのが落ちてるから何の話。サドルですか。この手のサドルは普通つけてる人そんなにないじゃないかな。ブロッコリーネタは散々言われました。知ってる人は面白いんだろうけど、知ってない人は分かんないんで面白さが。サドルパクってきてない。フラワー、あの忍者スレイヤーネタもそうなんですけど、あの分からない人に対して、分からない人とか関係ない動画とかでそういうコメントするのは奥ゆかしくないですよね。奥ゆかしみで、今これ私のは自分の放送だから好きに忍者スレイヤーネタ言わせてもらってるんですけど、単に忍者ってキーワードが出てきただけで、あいえとかいうコメントを書くのは良くないと思う。奥ゆかしくないで、今日はなんて、バッドネイチャー、ブッダコスモス。6時間枠はつけなきゃ、いや6時間枠でちょうどぐらいかな。ちょっとまた行ってらっしゃいませ。棚田の里星峠だ。僕は分かる人同士はそうなんですよね。分からない人はイラッとくる。で私も物理書籍まだ買ってないです。でも買ってもいいな。あれですか、違うな。ツイッターで、そうです、あのアカウントは何なんだっけ。ハッシュタグはですね、シャープの NJSLYR です。 NJSLYR、 そしたらみんな IA とか言ってますから。あ、切れた。 GoPro3 終了じゃないか、これ。いや、やっぱ電池切れだ。GoPro 交換します。 GoPro3 が意外といったのにな、やっぱりダメだった。じゃあそこでよっと、今の PPP は録画停止の音で、7回ぐらいになったのは電源オフです。給電できないさんですね。でもさっきから切れてほんのちょっと充電してまた再開したら、えらく長く持ってたんだけど、やっぱりダメだった。どっか立てかけられるところ、音で、あのそうですね、前はハングしてたけど、ハングはしなくなったのか、寂しいんです。でちょっと待ってくださいね。壁
自転車で発電しとんのか。発電してないです。GoPro かこれ。いや、配信は GoPro じゃなくて、ウェブカメラとは別に GoPro 頭にくっつけて撮ってるんですよ。ですね、これこんな感じ映ったかな。FM LEDじゃないから長時間止めとかないと絵がいったかどうかが。いいかな。ああ、これ3万ぐらいですかね。ああ、しまった。まあいいや、まずこっちからつけよう。で、3万の元取るために取りまくってます。取ってる時間数で言ったら私はかなり日本の中でも長時間取ってる人間だと思いますよ。とにかく全部取ってるんで。普通こういうのっていうのはそのハイライトの例えば峠からのダウンヒルの時だけ撮ってさらに編集して5分とかにするもんなんですけど、私は1日中撮って1日分全部アップしてます。なんとかってこういう使い方してる人はそんなにいないらしい。 GoPro ですね。電源入れて、バッテリーもそろそろ外バッテリー切れるかな。あ、もしかしてもう切れてるか、これ。パソコンの方も、あ、外部バッテリー切れた。もうすぐ 90% 警告が出るところだった。コンセントある席があるよ。ほら、その企業から連絡来るかな。企業から。どうだろう。外部バッテリーが切れてました。3万ミリアンペア、あー、パワーポンドの充液種でしたっけ。行った途端にこれだよ。はいはい、フル HD ですね。待機さえ確保できればもう今ライブシェルとかで、ライブシェル HD 放送できるんだったっけ。これで給電ボタンを押して、よし、待機。そうそう、あの転送速度が足りないですね今。マシンパワーの方はライブシェルとか専用機材使えばできるので、こうか。もうただたか32ギガ、GoPro で32ギガのは4枚使ってます。上海どんや、のやつも入ってますね。あ、そうだ、GoPro はスタートさせなきゃ。つけただけで安心してしまう、つい。上海どんやのやつは当たり外れもあるみたいですね。ノーブランドの超安いやつとか。よし、じゃあここで音声録音の方を一旦止めて、GoPro も開始して音を合わせて時刻合わせて、あ、初見さんいらっしゃいませ。今何やってるかちょっと説明がいろいろ。12時27分あ、今一応確認します。 ST どこも12時27分12、13、14、15秒。よし、コメント少なくなるのは望むところよ。コメント少なくなっても寂しくないし、まあなんかコメントが多いと、なんだっけ、自尊心っていうのかな、なんか共栄心が満たされるところあるかもしれないけど、それを恥ずかしいと思う気持ちもあるんで、で、これでもう進んで大丈夫かな。
タイムスクープハンターって何？今これで外部バッテリーでまだ4時間ぐらいいけますね。これだけで。よし。ウィルク。こんにちは。お？あれかな、この間多くになんかタイムス。こんにちは。生ロボさん。はい。あ。生ロボさん。突ですか。時々見させていただいてます。あ、ありがとうございます。あ、お顔はこれ写しても大丈夫ですかね。まあ別に構わないっていうか、構わないですけど。バイクで写真撮らせてください。ええ、いくらでも撮ってください。ありがとうございます。え、このお近くなんですか。いや、違います。違います。はい、東京です。これから東京帰るってことなんです。ああ、なるほど、近くを通ったっていうことなんですね。そうです。ちょうど今、逆に私は今直江津の方から。あ、そうなんですか。うん、東海町。じゃあこれから直江津で。逆なんで、ちょうど逆の方向なんです。じゃあ私の方は、そういえば凸されたら名刺渡すっていう儀式が前あったんでした。これ全部一緒で、絵柄がいくつかあるんですよ。じゃあ私でやって人にどうぞ。はい、霧ヶ峰キャンプ場です。ありがとうございます。で、これ今日このルートだったんですか。福井の方、ずっと福井の方から、立山の方からぐーっと回って、日本海沿いがこっち、十日町から東京の方へっていう。今日東京まで自走で入るってことですよね。そうですよ。わいや、まあ、バイクだから別に普通ですか。大したことはない。ここから、あ、延長だ、そうだ、延長だ。29分。頭あ、大丈夫大丈夫。はい、直江津まで結構まだありますよね。そうですね、3、40キロぐらいありますよね。でもよく、その走行中というか旅行中にこの放送で状況分かりましたね。あ、今こことかですかね。今ここで 見ました。あ、なるほど。ちょうど本当は延長大丈夫ですか。ああ、ありがとうございます。つい、そっちの方にですね、星峠って言って棚田が綺麗なところありましたよ。今そこ行ってきました。え、じゃあ気をつけて行ってください。ありがとうございます。お気をつけて、そちらも。あ、そうだ、私も1枚だけ写真撮らせてください。そうか、これだとこうだから、じゃあ撮ります。撮れたか。あ、ありがとうございます。お気をつけて。よし。顔、いや別に顔は自主的にちゃんと隠してくれれば、隠さずに近づいてきて顔出すなとか言われたらちょっとあれですけど。園長は今行ったはずです。30分になったからもう行ってるはず。すごいな。直江津から今東京に向かっているところだそうです。で、今日東京に帰ると。で、バイクだと距離的に普通だと。あ、また通行止めのあの看板なんだ。あ、になると通行止めってやつか。 OKOK。 あ、そうだと GoPro ちゃんとスタートしたかどうかライト見てなかった。大丈夫大丈夫。紙袋、バイオスも取りかよ。ああ、ダメだ。うん、やっぱまあ進みます。うん、一旦下ってからまた登らされるタイプか。バイクの人ですか。あそこ道が完全新品になってる。ってことはあんだけ崩れたのか、あんだけの赤モザイク。大丈夫大丈夫でしょうね。こっから時まで300なんですかね。なんですかね、あれ。あんだけ派手に壊れてるのは。はい。この辺りも被害結構あったんですかね。うん、走りやすいのは走りやすいです。車ほぼ来ないし。
こ新しいからガードレールついてる。古いところはガードレールついてないですね。うん、国道でしたっけ。除雪に、あ、除雪時になのか。除雪作業の時に邪魔になった。車来てるじゃない、バイクだった。あ、これ今まだ403なのか。あー、いい感じの景色、高いところ好きです。中中越沖地震やっと。このカメラなんて水平器みたいな機能がついてるんで多少傾きが、ん？何の音？壊れる。ああ、そう、私はあの雪自体、雪が積もってそのへし折ってしまうとかがあるんじゃないかと思ってたんですけどね。除雪作業の邪魔になるからっても確かにあるかもしれない。ゴミの方もなんですかね。じゃあ両方あるのか。両方の意味。ガード君。ほぼ完璧に切れる場所もあったと思うんで、でもまだここじゃないよな。うん。でも入るとこで。3回か。今のエリア外でしたか。ここもエリア外でも結構入るもんですよね。いらっしゃいませ。山越え、山ってことじゃないですけど、ちょっと丘越えが3つ入りますかなと。うん、何地区。あ、今エリア外。結構 長くエリア外になるところがどっかあったんですよ。もっと先だったと思うんだ。カリカリオン取れた。どの音か。真夜中か。私部屋だな、ここは。でも寒くなければいいな。寒くなかったらゆっくり走ってみたい。あ、マイクの音声がちょっとおかしいのかな。沖縄行った時にもちょっとマイクがおかしくなった時ありますね。中道。あ、それ言うんだったら今日ほとんどそれですから。ダウンが激しいと、まあきついですね。これどれだっけ、青大将だっけ。これ403号です、確か。ヘビが死んでました。カイカイカイ。チェーンですか。あと登るときにあの差し漕ぎするとギチギチってなるんですよね。大体民家の壁があのトタンかこういう木造のわらぶきですね。
このわらぶきもだいぶ隔ってきてるから人が住んでるのかな。今エネト時代江戸か、まあ、そのあとあれですね、あのこのライトとか GPS のガタつくことかもしれない。あ、ライトの方かな。このカタ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 で、これちょっと上についてるのも多分雪が積もった積もった時もを想定してるんでしょうね。こんぐらいで済むのかな。多分消火栓ですよね、あれ。主にライトの音です。もうちょっとしっかりつけられるはずだよな。匂いはですね、栗の花。野焼き、あ、さっきはしてたかもしれないですね。新潟県です。十日町。吹きのとも生えてるな。綺麗なのはどのあたりだ。このあたりかな。これこれこれ片栗の花でしたよね、確か。これって映ってるかな。片栗ですよね、これ。この右下に向かって飛び込むみたいな形の紫色の花。あのメテオストライクな感じの花びら。片栗粉の今は違うんでしたっけ。これこれ雪降りからこの辺り、この時期生えてますね、カタクリの花。栗の花、あれ木だから。そこら辺紫色になってます。今は何から作るって言ってたかな、人工的に作っちゃうみたい。人工的。人工的って言っても、カタクリ粉ってでんぷんですよね。別の原料から作るってことかな。なんか石油からとかできないですよね、こんなん。芋？芋から作るってことですね。バレーショーから。ああ、なるほど。ありがとうございます。すっきりした。あとちょっと位置調整して。よっと。関西。いや、あんまりあの街中とかでは咲いてないですよ。片栗の花。片栗を使った片栗粉っていうのは高級品だったりするんですかね。それともジャガイモで作ったやつの味がいいのかな。あ、本当に高級品扱いなんですか今。品質で芋の方が上回ったわけではないのか。バレーション。まだ下ってる。こんな下るんだっけ。アップダウンがあるところだと下れば下るほど不安になる。楽なはずなのに。大島、北北大島っていうあの駅がありますね。確かなんだに日本一うまいところでなったはず。日本一うまいところでと書いてある。で、箸一本で食べるんですよ。すごく食いにくかったけど。下らないよ。下るのに下らないとは。大島。
ところってどこだったかな、どっかの国道沿いだったんですよね。でもところってあんまり腹立たしにならないしな。なんか透明で綺麗でした。道どこだっけ、うん、ああ片栗の、なるほど、ダイエット、それで昼飯食わなければですよね。新田と書いて心点ですよね。うん、MG。あ、寮。まあ、たまたま見かけたら行くかもしれないぐらい。この旅で美味しかったもの、一番、ああ、美味しかったのは昨日と今日、昨日と弟の夕食はかなり美味しかったです。谷川岳ラズベリーユースホステルの夕食も凝ってたし、昨日の山椒ハウスの夕食もすごかった。ウルマ米に使ってますっていう食堂が多かったな。越後湯沢駅前の食堂とか。全体の話もたせ、何の話。あ、これ上がブルーシートになってる。で、あ、ところてん、あ、日本一うまいやつですか。私もホームページでレポートで書いてました。前 GoPro 改めて確認しましょうかね。できてます、点滅してます。配送ベース駅の方か。こっからだと、こっから北上しないとダメですね。まあじゃあところてんはいいや。あのところでそんなに私はそれほど好きでもないんですよ。あのところてんは暑い日だったんで結構美味しかったけど、のっぺ汁は前新潟に来た時に市内のカツ丼屋さんで食いました。のっぺ汁、あの鮭とかイクラとか少し入ってましたよね。うわー、ゴーゴーさん、ちょっと番号わかんないんですけど、寄せルートを見ていただければぐらいしか言えないな。あー、笹団子は越後の越後名物って書いてありますかね。せせらぎとかいう話じゃないな、こりゃちょっと横の方はみ出してる。あ、商店だ。どうだろう、食べ物売ってるかな。見放題ですよ。記録組に札は商店としてこれやってないよ。ここじゃないのかな。魚、あん中魚泳いでるかな、あの激流で。ん、何を見に行く。やった。ん、どう、あ、魚ですか。うん、あんな激流でも、国道から外れました。これん、工事中のため、あー、どうだこれ。5月9日からですよね。これどうなんですか。工事中のためって書いて、崩落とかなんか書いてないよな。通行止め期間じゃないけど、そもそもなんでこれ9日からなんだ。いや、混んでますよ。まだリカバリできますね、ここで行けなくても。で、これが 100m ぐらい登るとこだな、また。あ、傷んだ道路を直していますだから大丈夫だろう、多分。今日は工事みたいですね。じゃあまあ大丈夫だろう。理屈じゃあ行きましょうかね。でもここは電波あったっけ。ここもないんじゃないかな。これで何とかをやっていますみたいな、分かりやすく書いてますよね。気にせず行きます。うん、映像はウェブカメラで撮ってます。パソコンで配信してます。で、それとは別に GoPro っていう
HD ビデオカメラの小さいやつで録画もしていて、それを後で YouTube にアップしてます。装備もうち腕も、あ、ヤギさんいらっしゃいませ。新潟ですよ、新潟。どうですか、新潟。あと、この間どうでしたか、あの、多岐駅は。どうでしたかも何も、ツイッターで見てますけどね。私が、あの、通りかかったおじいさんにね、あの、なんだっけ、預金額を聞かれたところ。銃で。なぜか預金額を聞かれた。あの、なんか捨ててこ姿で近くにタバコ買いに行くような感じのおじいさんから、いらっしゃいませ。バリバリ雪残ってますから、いくらでも残ってますよ、あげますよ。横浜どうかな、横浜出身、確か、そうそう、新横だったか新橋だったかで働いてたって言ってたな。忘れ物、あー、ポタファイ忘れましたね。ポタファイだっけ、そうそう、ポタファイだ。あの動画はビメオっていうところに上がってます。で、あの、例のこの枠の説明にも書いてる過去の動画一覧ってところから多岐駅っていうので検索できると思います。多岐の儀ってどういう字だったっけ、儀式の儀だっけ。どこに置いてあるか関係なく、過去動画一覧っていう Google ドキュメントからリンクしてます。つける、言えないですね。誘拐されるかもしれないじゃないですか、5億とか言ってしまったら、5000万とか言ってしまったら。会場試験もあったなあ、あれちょっとびっくりしたけど、またみんなが叩くからやめとこう、言うのは叩くなよ全く。ガリガリキュウリ味、棚田ですね、こんな小さいけど棚田ですね。もう見ました。でもずっとこんな景色ですからね、今日は。その後平野に出て直江津まで、向かい風でありませんように、あそこのあたり、最後の20キロかそのぐらいは多分平地になると思います。能登半島、白米がありますね。そっち253どうかな、北側の道ですかね。この放送休憩結構してます。ぜんざい食ったりお茶飲んだり、2時間、そうそう、棚田は見る分には綺麗だけど作業する方は結構たまったもんじゃないですよね。でこういうところは観光資源としては機能してないわけだから、本当に苦労しながら米作ってるところなんですよね。代わり、ゆっくり登ってきてる。ランチは国道沿いに出たり、てこりも国道だっけ。あ、途中なんか分岐があったのかな、これ。いや、違うな。これ川だ。あ、でかい棚だ。あの、白米線の間っていう、能登半島のところ、あれ観光資源になってますよね。でも店とかそんななかったような気がするな、あそこは。レストハウスみたいなのあったっけ、担い手、あ、担い手ってその後継ぐ人みたいな意味で。あ、また肩こり咲いてるな。重機、いい景色、カエル鳴いてますね。
止まったか、残念。カエルの声が聞こえる。結構登りも楽になってきた。少し体が慣れてきたかな。咲いてる。あ、やばい、延長時間だった。切れるかな、こりゃ。昼ご飯の時に切れたのか関係ないかな。いい道。もう来たか。うわー、つくしの蜜がすごい。電波が今来たかな。あ、綺麗。さて、延長できるかな。真ん中作用です。延長。あ、延長した。延長できましたね。自動延長聞いたか。キョロキョロ聞こえたかな。あ、これ戦車漫画ネタです。風に吹かれて景色が良くて、持ってこっちは晴れてきました。山道ですね。いいなあ。
キャラキャラ、ラグあるけど一応行ったのか。あ、麦茶意外と近いな。おかん、道が綺麗だ。ってことは崩れたのかな、ここ。いいですよね。お、いらっしゃいませ。お帰りなさいかな、そういう場合は。ゆるい登りだな、ここ。そんなに太陽が上がらずに行ける。でかい。なんかそれって違法なんでしたっけ、電波強、あのアンテナ強化するのは。いわゆるブースターってやつですかね。ブースター。あ、11入ったか。あ、1時。そろそろ昼飯探さないと。それにここはすごい綺麗です。おむすび、何、あ、荒川。今日関東の方の天気はいいんですかね。さっき曇ってきたって言ってたのは関東かな。またつくしがめちゃくちゃ生えてる。他は、あ、反対ですか。なんか商店かなんか探さなきゃダメかな、やっぱり。いくらでも楽しめますよ。ですか。ちょっと伸びたやつしかないですね。食べて美味しそうな感じのやつはあんまり見当たらないで、よく記事も知らないんだけど、私も山菜採り禁止、自治会長無害放置？おお。上司の悪口。やった。ああ。色が違う。色が違う、なんて言うんだな。水の色が違う。黄土色と緑色と青緑色。青緑とか、あれは空が反射してるから色はよくわかんないな。ナイツはちょっと距離測ってないですけど、まだ5時間ぐらいあれば、4、5時間では大丈夫でしょう。読み上げてないな、今の。
バス停、オバステってどこだっけ、はあ、確かブルーライトオバステのところ、はあ、ここら辺でピークかな、違うかな、100メートルぐらい登ってきた気がする。安塚区と書いて、なんて読むんだ、安塚で合ってるか、上越市安塚区、ひまわり畑の中に、あそこ雪だるまのキャラクターがいる。で、後ろに山の景色、山の背景が、名前つからる。白鷹です。特急白鷹。はあ、嘘かよ。はあ、片栗あちこち咲いてるな。今、安塚区っていうとこ入りました。上越の。マグナム。はあ、はあ、これで残りの100メートル超えは残り2個かな。あ、今来るようになりましたか。予定、ひまここと、ドコモのエリア地図を交互に見ればなんとなく分かりはするんですけど、うさいですね。何山か分からんけど雪山が見えてます。ロボ市第3号線、安塚町、ああ、この辺りカエルの声がもっとさっきより聞こえますね。映像戻りました。いいなこういう景色。こういうとこで目つぶって周りの音に浸ったりすると気持ちいいんですよ。東京行きは8時8分ですよ。あ、そう、8時過ぎですよね。良さげな道ですね。じっと聞いてると眠くなってくる。でも昨日睡眠時間はかなり取りました。11時台に寝て、結局で7時前に目覚ましたんで、最低6時間以上寝てる。列車旅。あ、よく考えたら日焼けすんじゃないかこれ。今気がついたけど、そういやもう日焼けの季節だったんだ。昼寝、着水。そうですね、外で眠れるっていうのはスキルになるのかな。焼けますよね。そういやすっかり忘れてた。今腕まくりしてるんで、そういやと思って首筋なんかも焼けてそうだ。一気に日焼けすると痛いんですよ、あれ。痛いのと、あと、癌になるかもしれない、じゃないですか。どこだったのって。日焼けしたら痛いです。まあ、どちらも黒くはなるんですけど、ゆっくり焼けていかないと痛いです。日焼けは一気に焼けると痛くて。でも、最終的には真っ黒になってます、私は、毎年。夏休みで旅行するとまず真っ黒になりますからね。そんだけでも朝から紫外線油断するの。腕ま
くりしたの今日が初めてなんですけど、この横に神社で昼寝もいいですよね。昼寝神社 の過去ランキングベストワンは鶴峠の下にあるなんだっけ、あれ観音堂だっけ、なんとかっていうあれのお堂の、あ、トカゲ、トカゲ、あ、しかないですね、この辺り。雪中梅1890円、酒の名前かこれ、雪中梅。朝の山椒魚の家、あ、家というかあれですか、あそこはキョロロっていう、神奈川のキョロロっていう10年前に建てられた芸術関係の施設です。芸術だとなんか研究もやってるみたいですね、昆虫とか。今のどうかというと、魅力ある町づくり、活気のある集落、豊かな自然、この地に住んでよかった、その思いを21世紀に伝えようって書いてある集落です。あった、コシヒカリと自然美の里。これ行の、行のでいいんですかね。昼飯まだです、あの店がなくて。でもまだ10時半か11時ぐらいに食べたぜんざいが体の中に残ってるので大丈夫です。そうそう、キョロロの中、キョロロは今回初めて入りました。前キョロロの目の前まで来たんですけどね。看板、そう、あれ、あの系統に似てますね、この看板。でもこっちの方が、おとなしい感じだな。そんで、この道、いや、この道自体は前通ってないと思います。キョロロは前行った。いらっしゃいませ。過去に行ったルートをできるだけ外しながら今回走ってるんですよ。そのおかげで昨日あんな目に。ん、キルキルさん、キョロロの話か。しっかり、あ、美人歯科医さんはあれは出雲。昨日電車に乗り遅れちゃいまして、じゃない、すみません、嘘です。電車に乗らずに自走してしまいました。電車で行くと電車で1時間半プラス自走で2時間以上かかるところを、最短で迂回ルートどうって言っても14キロぐらいしかなかったんで、それだったら走った方が早いということで走っていきました。で、夕食にもちゃんとありつきました。めちゃくちゃ美味しかったです。残ってます、現金。今ですね、4万ぐらいですね、残ってるのは。電車の方はだいぶ迂回していくことになるので、それでも、あ、はたはた、そっち乗り換えが40分待ちなんで、そうそう、待ち時間40分で挟まってましたからね。現金今4万あるから、あと小銭は今減ってるから、ジャンプしてみていてもだいたい大丈夫です。ジャンプしても小銭は今少ない。千円札が多いですね。カード持ってます、カード、プラチナカード、プラチナカード、プラチナカードっていうのは、そもそもあれ、ゴールドクレジットカードのグレードの話でしたっけ。私プラチナ本当は持ってないんで白状しますけど、本当は持ってないんで。プラチナってあれ、クレジットカードのグレードなんですかね。あとゴールド会員って年会費高いんですけどね、それに見合う特典ってあるんでしょうか。そこからです、暗証番号はです、あれです、あれです。随分かかってきたな。ローン、あ、ローンはしないですね。ローンしたら負債を抱えてる気分になるじゃないですか。抱えてるんですが、ん、タクシーリンク、あ、虫入った。ゴールドカード、あ、思い出した、私はヨドバシのゴールド会員でした。ヨドバシカードはゴールドですよ。私のヨドバシカードはゴールドですよ、というネタは一般的に通じますかね。カツアゲのカツ、カツアゲのカツと同じような感じじゃないかな。そのガッツンガッツンな感じじゃないかな。そう、ヨドバシゴールド、あ、そうなんですか。ポイントのこと気にしたことないしな。
多分損してるんだろうと思うんですけどね、ポイントシステムに分かってないから。あの飛行機のポイントとかでタダ券が買えるとかいうレベルでどんだけお金使ってるんだろうなと思うんですけどね、うん、マイルだ、マイレージだ、あれ貯めたポイントでどうとかいうのがないです。ヨドバシとかは 10% とか 15% もあるんで意識して使ってますけどね。旧デザイン、旧デザイン、さすが旧型さん。旧デザインっていう話で言うと私のも相当古いよな。ちょっと待ってください。これこれは古いですか新しいですか。これはゴールドポイントカードで、カメラどこ映ってんだろう。ビッグカメラ、これ古い方ですかね。ビッグカメラ B って書いてあります。 B、 うん、ん、元気バナの人がヨドバシのゴールド、これ新しい方ですかね、古い方ですかね。あ、古くないか、なんだ。あ、あの同じ古いやつだっていう話かと思ったら違うのか。ブラックカード、ブラックカードって持ち歩くものなのか。うん、保険証秘密ポイント、そうですよね。なんでクレジットカードみんな契約させたがるんですか、あれ。確かワイズも一時期やってたような、自転車の、自転車っていうのはワイズ。私はスイカのビューカードで、あのビザにしたんですけどね。JCB 持ってたんだけど、JCB は海外通販で使えないことが多いんで、ビザのカードを使うのを作りました。周りの景色そっちのけで何やってたんだろう。もうちょっと現金が。まあ、アマゾン、アマゾンで、アマゾンは海外からの、送付やってくれないですよね。確か、海外から買うって話だと、ん？クレカ、ああ、レードですよね。何かとそうなりますよね。嫌なこったい。カードが増えると面倒だ。403号から今それてたんだっけ。また403号だ。ん、商品、餃子の棚田で育ったコシヒカリ、ギ、あれ、吉友米か、横尾吉友さんっていうんですかね、あれ、日本の偉人、横尾吉友記念館で、右上にあのマシュマロマン的な雪だるまキャラが、左じゃないです、右です。左行ったらどこ行くんだ。あ、左行ったら道の駅あるんですね。道の駅まで、ああ本当だ、道の駅まで1、あれ、道の駅まで何キロぐらいだ。道の駅でランチですね。でもたまにレストラン、またそれか、1キロぐらいですかね。ふるさと安塚、ここって食事できるのかな。確かできるとこだったとは思うんだけどな、この辺りでもその野宿できるかどうかをチェックしようと思って調べたことあるんですよ。ちょっと待ってください。1.4 キロですね。できます。ちょっと簡単に検索しておきました。ふるさと安塚、ふるさと安塚、ふるさとふるさと安塚、ふるさと安塚、水炭、まあすぐ検索できます。道の駅には、うーん、日本飲食休憩、飲食コーナーありますね。ホームページは、これ違うな、ホームページじゃない、就職、うん、行こうかと思います。
あとホームページ、なんだこのホームページアドレス、北沼物産館、食事、まあ、なんでもいいか、別にラーメンでもなんでもいいや。今日の工程の半分来ましたかね。じゃああと25キロぐらい、まあ大丈夫だろう。うん、道の駅の食事は場所によって地元の食材とか、あ、変わりました、すいません、通知も何もできずにいきなり消えました。今はサイバーサイクリスト .jp です。 .jp カタカナじゃなくて、あのアルファベットでサイバーサイクリストで、アルサイバーサイクリスト .jp です。ここからも雪山見えてるな。そうだな、カレーかな、カレー外れ、あの地元の食材とか使ってあるこだわりのところもありますけどね。まあ簡易食堂みたいな、簡易食堂で、あのうどんそばカレーとか、そんな感じのところが多いですね。うん、道の駅に行って、で昼ご飯の間また放送止めとこうかな。あ、ケイさん登ってる、登んのかよこっち。雪鳴沼物産館まであと1キロ。うん、見なかったら、そうですね、まあ状況見て。でも放送しながら食事するのもゆっくり食えないとなるんですよね。もうさっきはゆっくり食ったな。すいません、もうのぞみ薄です、もうのぞみ薄です。うん、野菜とか売ってますよね。こんにちは、カレー詐欺。まあメニューを見て自分の腹と相談ですね。何バラだ的なカレーは大体あると思いますけどね。よっと、登ってる、カチカチ言います。車、これは国道でも、さっき403って途中すごいとこあったよな。北沼君、マシュマロマンみたいなむっくらしたやつですよね。FM エリーはですね、あの FM エリーなかなか復帰できないんですよ。一遍ダメになると二度と FM エリーサーバーに接続できなくなって、お風呂は宿泊まってます今回は。野宿する日もあのなんとかして風呂入ります。中山到着はこの分だと9時ぐらいが有力かな、9時か10時になるんじゃないかと思います。あれはもっとひどかったですよ、よく覚えてます。麺ってこれはですね、あのセオサイクルに行ってワイヤーの張りとかは調整してもらいました。あとはある程度汚れを落としてますけど、水洗だ。私お風呂はかなり重要なんで、一日の疲れのリセットのために冬場に風呂入らず寝るとかもう考えられん。40度、カメラ頭です。この出っ張ってるのよりももうちょっと下にウェブカメラがついてます。よっと、名古屋から白鷹で、東急白鷹越後湯沢乗り換えで新幹線で東京。そう、最近銭湯があんまりな、結構銭湯潰れてるんですよね。前は結構小さい町でも銭湯あったのに、半分に、本当かよ、スーパー銭湯、昔ながらの銭湯が
後継者不足なのもあるんでしょうけど、どんどんなくなってますね。秩父の桜井もなくなったし、あれ秩父走ってきてあそこで風呂入るとよかったんですけどね。銭湯、まあ県とかによって一律だったかな。東京都は今380円だったか400円ぐらいだったと思います。タルタ、うん、シャワーだとちょっときつい。風呂入った時に最初に洗うのは陰部です。陰部、はあ、ルートは温泉チェックではないですね。でも泊まるところを探す時に温泉一緒に探します。温泉というか銭湯。うん、あのマシュマロマン的なやつがいる、あれだ、でげえ。うん、ノートパソコン、ノートパソコン、私は1キロないやつ使ってます。でも今売ってないモデル。いるいる、見えました。自転車の場合は体につける重さはできるだけ、あれ足4本あるのか、違うか、しゃがんでる、座り込んでるのかな。手作りジェラート営業日、店多分やってます。わあ、あの心臓の位置にハートがついてるんで、あそこを打ち抜くと死んでしまう。そうそう、雪山、あれどっちに見えた今。私はあのマシュマロマンに似てると思いました。むっくら感が。ゴルフだるま、股間、股間っていうかこれ何だろう、なんか台と一体化してますね。殴ってみて、硬いと思う。うん、この足のところどうなってるのか気になる。あ、なんか入るところがある。後ろにバックドアがあるんですけど、バックドア、これは一体どういうことですかね。いや、鍵かかってますけどね。バックドアがある、バックドア乗っ取れる。どうなってるんですかね、これ。コックピットがあるのか、中に。あ、ちょっと先トイレ行ってきますね、友人に。バックドアが、なんか常に中で待機してたら。まずトイレ行ってきます。これトイレの方向けとくと他の人が映る可能性あるよな。やっぱり上向けとくか。じゃあ行ってきます、トイレ。で、これ直射日光、直射日光か、大丈夫か。でもやっぱり怖いな、直射日光まっすぐ向けとくのは。
延長間に合わないかもしかして。またしてもポタファイ切れやってしまいました。トイレに持ち込んで、ああ30分になった、アウトか。トイレ入る前に延長時間にはなってたよな。重い。申し訳ない。申し訳ない。もう、知ってた、すみません。申し訳ない。ポタファイ持って入ってしまいました。さっき棚田撮影するときにポタファイを自転車本体からまたポケットの中に入れて持って行ったんですね。忘れてたな。まあ延長できてたんですね。ポタファイ系いつもすみません。さて、じゃあちょっと昼食なんですけど、人が結構来てるからお客さん入ってそうですね。まあ一応ちらっと見て、多分ここは放送はやっぱりやめて止めてから昼ご飯ですかね。申し訳ない、大変申し訳ない。あ、音なし？なんでボタン押したか。あれ？おかしい。今これでウェブカメラの方、あ、いきなり音が聞いた、すいません。で USB に切り替え、再切り替え。あ、直った。なんで切れるのかなこれ。まあでもでかいドラマ、色的にそうですよね。なんでしょうねこれ。コマシオツ、食事はあっちの方か、あの建物ですね。こっちが雪だるま物産館で、こっちがうどん屋さん、そばうどん屋さんだ。どうぞお入りください。いや、どうかな、電源借りて。まあ大丈夫ですよ。今日はもう外部バッテリーがあと3時間ぐらいはあると思うんで、プラス本体2時間、あとちょっと中を、あ、吹きの塔だ。
なんかちょっと音下げよう、音下げよう。こんなのかな。はい、この辺り。おお。この中には食事できるところないんですね。やっぱりさっきのところ。お。うどんか、あ、そうか、カレーって話は忘れてたな。この感じだとカレーうどんない可能性が高いですね。店の名前は小さな空。あ、明日休み。月曜定休って今日月曜じゃなかったですか。振り替えで明日休みかな。売り切れの場合は早く閉店になります。さてどうかな。明かりは中はついてますね。大丈夫です。じゃあちょっと一応中の様子見て多分切ります。私の判断で。ではあ、そうだ、おとつい70も残ってない。全部食った一人で。ちょっと手袋グローブ振っときたいんで忘れませんように。さすがに自転車乗ったら思い出すような。早にえ。そしてとりあえず飛ばないと思うけどな。よいしょ。外で忘れるフラグ。ハンドル逃げたら思い出すでしょ多分。じゃあ入ります。
おしるこ、またおしるこありますね。かき揚げうどんのあったかい方と、はい、かき揚げうどんのあとおにぎり1つください、はい、おにぎりを1つ、はい、かしこまりました。ありがとうございます。あと冷やってありますかね。はい、お持ちいたします。すいません。ちょっと変わってきますね。結構暑くて汗かいてる。ここは何ていう店ですか。マスダヤ、本当かな。本当かマスダヤ。お、十割スパというか料理バイキングとかやってるの。第2ペット、第2台、第2台のテールもやっています。あ、そばは1人前で、季節の料理バイキングいくらか書いてない。そば、あ、私なんだろう、さっき頼んだうどんです。かき揚げうどんとおにぎり頼みます。私食べ放題はそんなに元取ろうと思う子に意識が働くんです。そんなに好きじゃないんですけどね。最初からもあのなんか元取るとかいうのを気にせずに食べられる方がいいかもしれない。薬膳天ぷら付き、うん、バスのラジコン、バス配信、そうですね、お客さんが少なかったので、あと広くてあのカメラとか設置しやすかったんで、ただこれだと FMLE 復活しないままだな。今のうちもう一遍試してみましょうかね。 FMLE 復活、人の差は900円。あ、本当です。サバが結構こだわってる店が高いんだけど、うどんが安いんですよ。かき揚げそば1000円に対してかき揚げうどん730円。そばって量が、そば美味しさは放題以外の美味しさが分かんないんですよ。ちょっと表面で試してみますんで、また多分ダメだろうけど一旦切れます。ヘギそばってもちょっとないですね。
うん、三八そばっていうのは違いますよね。転送速度速いな。お漬物、これはおひたしかな。そうですか。なんだろう、漬物とおひたしの間みたいな感じですけど、すごく美味しい。ほうれん草でも小松菜でもないし、なんだろうこれ、この中の名前私よく知らないんですけど、食べたこと多分あると思う。野沢菜ではないです。昆布と、いや菜の花とも違うと思うけどな、どうかな。うん、写真撮りました。昆布と、あと甘みも、甘みって旨味かな、これ。ん？あ、この時代じゃサイクルベース朝日の安いやつです。買ってみましょう。そうですね、そばが、うどんが来たら聞いてみましょう。美味しかったな。もうちょっと味が濃かったら、あのおかずになるぐらいの感じですね。米、ニュータイプ、ニューバランスジャージ、金ペンソー、でかいもん。あ、これがお茶です。漬物はキュウリかなんかかな。キュウリか。青天むつはうどんまだですね。あ、茶漬けいいな。そうすい。あ、もうすぐ2時か。
ツイッターにアップすると放送がちょっとしばらく途切れますが、まあ、一緒か。今この辺り。はい。これ青菜はこれ何だったんですかね。これトーナの本座りですね。トーナ、はい、トーナってどういう字なんでしたっけ。みんなひらがなで書いちゃう。なるほど、わかりました。すいません。いただきます。さっきのなんかトーナって言われてましたね。トーナ、これで映ったかな。でこれ、うん、5月なって書くんですか。さて、汁で食べようと思ってます。あと漬物で。じゃあいただきます。うん、富士吉田うどん系かなり硬くてうまい。ここのうどん、吸したほどごちごちじゃないけどかなり硬くてうまい。こんなに細めに見えるのに。うん、コシのあるうどんも好きですけどね。サヌキ、あ、サヌキも好きですよ。でも富士吉田系とサヌキ系は結構違いますね。硬くないのに、ベチャっとしたご飯に特有のあの感じが全くないっていう表現難しいから、なんか先入観あるせいかもしれないけど、ご飯も結構なんか味が違う感じがします。
やっぱりうどんを食べてもかなり良かったですよ。これは相当好きなうどんです。ついてましたね。海ピカリ。うどんつゆは醤油系ですね。どうでしょうね。そのちょっとすいません。やっぱり昼ご飯中は特性的には若干無理があるな。わかりますかね。残り山2つあります。距離的には今半分ぐらいですね。時間は2時だから、まあ6時の新幹線か7時の新幹線ですかね。でも6時間かけてたらバッテリーがなくなる。バスだと明日仕事出られないな。
上越線ですね、確か。そういう系の味です。商売にうまかったな雰囲気、あと自分が商売、なになに、はぁ、うまかったです。こんなにうまいと思わなかった。私の好きなあの固いうどんだったんですよ。まあうどんでいいかぐらいで考えてたんですけどね。知ってる、そうかな、そうかな。さて、あ、そうだ、今画質かなり画質寄りにしてたんで、あとオートフォーカス、オートフォーカスにしてたんだった。侮れないですね。ああ、十分膨れました。ご飯、あのおにぎりもなんか妙に美味しかった気がする。食べ比べてもあれだったら、比べて食べたら普通のおにぎりとの違いわかるんじゃないかな。そうしようですね。こうして動き売りにちょっとして、でオートフォーカスを切って、米が8人満足。反転の昼寝、昼寝してたらだいぶ遅れるな。美味しかったな。山椒、黒山椒がいましたね。あれ可愛かったな。
ちょっと待ってください。朝見たトカゲ。トカゲだったら鳥味なのかな。直江津の寿司か、夕飯食ってる。でも夕飯食うとしたらあそこですよね。うん。というのと、あと、だいぶ暑くなってきたんで、あれあれあれ。あれ、半袖ジャージに着替えようかと思います。うん、初見。今のは初見の人のコメントかな。ナイスコメント、ナイス手袋、ナイス手袋。自転車のとこまで歩いて行かずに間に合った。ナイス。長野から、いや、ルート検索すると越後湯沢経由になるんですよ。はい、しちゃった。ナイスコメント。やっぱりというか、今意識してたんですよ。今あの枝の横を通りかかった瞬間に横振り向こうと思ってたのに、本当に忘れてた、瞬間的に。ナイスコメント。ああ、イベントありがとうございます。うまかったな。単純に好みの問題でしょうけどね。しかし半袖ジャージするとあれだな、日焼けが防げなくなるな。ん？足湯？雪だるま。後ろにハッチがあって乗り込めるようになってるらしい。富山か。ギバースですね。安田さん、ギバース。どこ行ったっけ。半袖ジャージ。あー、でもいいかな、やっぱり。富山来週行こうと思ってます。あー、どうすかな。まあ途中で着替えでいいから一旦着替えよう。ちょっと着替えてくるので、皆さんは美しいチューリップって見えないか、景色見ててください。あのポタファイもちゃんと置いていきますから。よいしょ、トイレで着替えます。日焼けが心配ですけどね。あ、ケツが出てるのがちょっとコンプレックス。このバンダナはですね、あのサンマ柄で手ぬぐいです。これはバンダナっていうか、専用のスカイバンダナ、前アツさんにもらったやつ、あの買ってもらったやつがあるんですけど、どっか行っちゃって、どこやったのかな、あれ。また買い直そうかなとも思ってますけど、意味あります、意味あります。あの汗が垂れてくるのを防ぐのでかなりでかいんですよ、これ。そう、カンプレックス。
そう、汗止めの効果かなりでかいんですよ。いいよと。で、ポータファイツのバッテリーにつないで、バッテリーもどんだけあるの残り。おお、まだまだ8、9割あるな。タイヤのローテーション全然減ってないですね。そもそも走ってないからな。結局今回パスタの出番なし。よく考えたら今日は自炊してもよかったな。でもうどんうまかったからよし。なんかキャンキャン言ってますね。あ、今から切れてますかね。パスタ、パスタ作ったのこの間どこだっけ。2月、あれ違うな。遠吠え。ビアンキちゃん、通勤は30キロあって、都心の方なんで、通勤は自転車ではやってないです。前、通勤9キロ自転車川沿い通勤という最高の環境だったんですけど、勤務先変わっちゃいまして。今これから行きます。行った。よし、じゃあ次行きますか。30キロやだ。飛ばされた。あ、飛ばされた。仕事の話か。大手町。私は今浜松町ですけどね。うん。これも運がないはず。仕事してない。昼ごはん満足。ちょっと戻りですね。文化放送。よっ。山。3時間。取ります。竹芝そうなんですよ。ピークあと2個100メートル級ですね。飛行機、浜町あたり、うなぎ、カチカチ、カチカチ山、これは過去にこれで問題になったことはまだないです。キコキコなりますね、カチカチ。ずっと平坦ですね。そこの風向きがちょっと気になってます。じゃないですかね。世界貿易センタービル、貿易センタービルか。ここからしばらく下りですね。東京タワー秘密。仕事系のことは必要に秘密にしています。そう、仕事の嫌気にして、はい、白っぽいですね。朝はもうちょっと真っ青だったのにな。そうだ、そんなことそもそもできるかって。あ、もう水本当に張ってるんですかね。これ耕してるってことは、私雪解け水がただ単に入ってるだけかと思ったけど、違うのかな。もう田植え。あと読み上げが小さすぎて聞き取りづらい。これでいいかな。耕してるところですよね、これ。起こしてるのか。そう。白柿？あ、これ白柿という工程なんですか。初めて聞いたその言葉。白柿っていうのか。で、濁ってますね、回ったところだけ。あの人はなんかトレッキングするような格好してますね。アメリカのベイ軽量か。街
またファブさんの話か知らないけど、あれですよ、全然関係ないよその放送で別のあなたがこの心の中で大きく占める生主さんの話をするのは、まあもともと話題になってたのは別ですけど、そうじゃなかったら奥ゆかしくないですよ。それでも京都人か、それでも京都リパブリック人か、ね、まあでもアメリカ前が入ってそうなんだけど、アメリカ前ってどうなんだ、そう説教しました今。奥ゆかしく行こう、奥ゆかしく。あ、白柿ですか。白柿、激おこ。あれ？荷物？そうなの？産地に、へえ。そんなに間開けちゃいけないんですね。ヘリコプターで。方法の問題なのか、それ人がマックやヘリコプターでマックかとか言われた、すいません。で、さっきのところに戻ってきたかな、これで元に戻りますね。よし、種ラジコンヘリ、あー、でもそういうの見たことないな。うどん、ちょっと下ですね。上越市安塚区の和田っていうとこです。うん、TPP はその話だっけ。お、帰る。そこに住んでる人にとってはこれうるさいんだろうけど、コロコロして綺麗な音なんですよね、綺麗な声。一瞬だったな。もっとまさか聞きたいんですが、カエルの声。道が異常に綺麗。なんでだこれ。これない。どうなんですかね。米兵。だって米兵だから米食うでしょ。米だから米しか食ってないんですよ、あっちの人たちは。あとなんだっけ、イギリスの国旗が。ネタがあったな。あれってあるのか。米。アリがでかい。それは花輪ですね。あの花輪っていう人は今活動してるんですかね。米って書いてあるから。あ、テリーマもそうそう。デザイン、こっちじゃないですか確か。18階、うん、こっちでいいはず。あ、また帰る。止まった、泣いてくれよ。ダメだ、泣いてくれない。あ、みんな泣いた。でも泣いてる匹数少ないですね、 2,3 匹しか泣いてないように聞こえる。米つき、カエル、あー、水が入ったらこっちに来るんですかね、田んぼの方まで、田んぼの方へ。え、ベコバンってもちもちしてるんですか、あれ。信号、あ、今信号だったのか、あれ。米で米稼ぎ、米ネタで
フレンチケット最近全くもらえてないですね。そもそも放送あんましてないし。あ、またブルー&グリーン財団のあれだ、海洋センター。なぜか山の中とかに突然ある、あれブルグリーン B&G センター宣伝。そうそう、リスナーさんは1000円分払うと私が100円分のチケットもらえるっていう。何なんだよね。あ、なんか音が聞こえる。私はもうあれか、確かにバックしてトラクターが鳴ってるのか。宣伝しろ、大丈夫、宣伝はできないようにしてるから。下る下る。じゃあ私は女設定で。見にもらってたんですよね。だからだいぶ基準が変わったんだと思います。あった、かこい先輩。かこいっていうのはその配信者が他のリスナーとか他の生主と仲良くしないようにあの仕向けるのがかこいですよね。先輩、他に擁護するんだったらそれは信者とか言われる話で。というわけで囲いの定義、囲いはちゃんと意識して使え。囲いっていうのはそういうことだから。私が前あのニコニコ大百科でそう読んだから間違いない。前の尻尾ってどこの尻尾。見てただけで囲いなんですか。マジで厳しいというか。じゃあ囲い自体に、ツバメツバメ、スズメか、スズメだった、すみません、スズメでした。スズメがこのバス停の中でチュン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 うるさかったんで。でなぜかここだけスズメ大人気みたいですね。あ、これツバメの巣なんだ。米泥棒本郷バス停、なんかチュン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 のあのかしましかったので立派で。あ、このコンクリのですね。休憩、まだ休憩しなくていいかな。ハトよりスズメの方は確かに小っちゃいから可愛いですよね、丸いし。あ、この軍手自販機前見たなって、ここもしかして前通ってるか。多分ここ前通った。この道は北島軍手製造所 の、 あの軍手自販機が、そうそう、多分ここ来たはず。いくらだったっけな、200円ぐらいだったっけ。水泳の、いや違うんじゃないかな。お、ぴったり200円、200円と250円と350円がある。右の自販機、これが自販機、作業用手袋自動販売機、これ前見た。あ、止まった。手袋自販機、さすがになんかあの10束100円とかなんかそういうあの中国とかそこら辺でものすごいあのものすごく安い人件費で作ったのとは違いますよね。軍手自販機多分前来たとこだと思う。そう、自販機どうなんでしょうね。自販機にしてしまうのはすごい。そもそも軍手自販機って世界あの日本でどんぐらい流通してるんですかね。はい、広い水泉だと思います。水泉
込みで買ったら一束いくらですよね。だからなんかそれなり品質は高いんだと思います。あれはそれなりとか言ったら失礼かもしれないな。昔からそれ専門でやってるわけですからね。大体の皮コメリは全国じゃないですかね。大体北海道あったっけ。コメリは北海道はホーマックですよね。あ、10束でいくらですよね。やっぱ束でいくら北海道はホーマックですよね多分。面白いですよね。あ、新潟の、コヒコヒカチカチなります。カチカチニトリはホームセンターなんだっけ。予定ルートこの先もちょっと変なとこ行くと思います。ただ線路沿い出てもいいですね。早く行くんだったら今のところ予定ルート通りに行くつもりです。あ、虫川でしたっけ。あそこは前行きました。杉見てきました。写真撮るの難しいですよね。上に向かって見上げるところは。虫でなんとかなりますかね。D2 延長、あ、どうですかね。延長できたか見てみよう。どうですか。こちら昨日よく寝ましたね。6、7時間寝てます。7時間ぐらい寝たかな。延長はできてるっぽいですよ。残り時間30分53秒になってる。53秒になってる。トマホーム。BB どうですかね。こっから、あ、ルート的にはちょっと近道できるな。別に向こうにぐるっと回っていかなくたっていいよな。匂いですか。それまた特殊な性癖ですね。100円。勝ち星、あ、こっちから行けるな。細い道行きましょうか。農薬ホームセンターは家センターです。家中心。こっちから、あ、農家向け。いや、そこまではこの辺りね、2、3回回ってるんで、できるだけ行ったことない道を今回選んでます。電波いいですか。通常配信ですけど耐えられますかね。これだね。コンビニ、うん、また変な目指してます。カクカクで FMLE が復活できないんですよ。枠切りな、あの枠仕切り直せばいけるんですけどね。自転車の、まあそうですね、タイヤ太めの自転車のさら特に利点ですね。あの結構こんな道通ったらパンクしてしまうとかいう人がいるんですけど、そうそうパンクしませんよ。パンクする原因って大体石、尖った石とかじゃなくてもっと小さいやつです。大体金属片というか針金みたいなやつが多いですね。あ、いっぺんあの冗談みたいに画鋲でパンクしたことあります。パンク、あの大将持ってきてます。
パンクしても直せます。しなしたい石やしね。どうぞ。厳しい。なぜあそこにガビが落ちていたのか。直せないとちょっと怖いですね。森ハウス本当に迫力があるな。でも中は魚とかいろいろな発泡スチロールが入り口まで詰まってる森ハウス。なんかかっこいいですよね。うわ、ハウス。なめて。私は唇を近づけて空気の流れを感じるような感じで、感じるような感じでやってます。イベントと8時までどうなるか。耳につけずに私は耳と唇周りが結構空気の流れ読みやすいんで、唇近づけてパンク箇所を調べてます。いつもなんか言葉的におかしくないか。それ何に入らないと立ち詰まりになれないのに。そう、唇で空気読んでます。あ、いいかわ。唇でやる人いますよね、多分。空気の流れを感じやすいところ。うん、よいしょ。そう、唇。ソープ大団地って相模線ですか。ソープ大って相模線じゃなかったっけ。ビル団地じゃない。チューブ効果もったいなくて。あるあだ名がロボだから通じるところはちょっとあるな。あ、つまでただ自転車乗りがパンクした時に水があるおかげで死ぬほど助かるっていう描写は漫画とか小説でもあるんですよね。サイクル野郎だと仁太郎がパンクした時に凛太郎が犯行の蓋に水を入れてほら調べてみなっていうシーンがあったり、あと男たちは鍛えっていう小説で主人公のおっさんが学生さんにその水で助けられたりですね、パンクした時に元の水で。まあ、ちょっともったいない気がしますね。パンク、いやーもうほとんど運じゃないですか。私はパンクしやすいところを走ってパンクしたことは覚えてる限りないな。おいそうだ、今10時半か。代金はなくても私はいけますね。そう、運です。知らんと。